どうも、おとです。今回のえはらきチャンネルは、みんなで北海道旅行に行ってきました。動物とグランピングできるお部屋で、一泊二日超楽しかった。それでは、えはらきチャンネル始まります。あっかん、おはよう。今日どこ行くの？北海道です。北海道どんなとこか知ってる？暑いでしょうか、寒いでしょうか？暑い。違います。行こうかね。じゃあ北海道レッツゴー。レッツゴー。天気いいよ。何持ってるの？何持ってるの？手裏剣。手裏剣いっぱい持ってきた。見して。さあ、家族で無事空港に着きまして、いつもちいちゃんの実家の大分に行くときに飛行機に乗ってるんでね、みんな飛行機はお手の物なんですけども、空港で遊べるとかっていいのよね。このちっちゃい子がね、もうとわくんもシューです。うたくんもここから離れへんのちゃうかなって言われてましたけども、無事飛行機に乗りまして、うたくんは外の景色をずっとこうやってカメラで撮ってました。うたくん着くよ。ほら、どう？暑くないね、やっぱり。ちょっと涼しいぐらいな。夜の東京ぐらいの感じやな。24でって今。日本の春。日本の春。いやいや、外国来た時に言うやつや、それ。これぐらいやったらいいね。今日はちょっと曇りですけど、雨降ってないから。まあ楽しみやね。これぐらいやったら、イエーイ。20度だった。え？飛行機乗ってた時、福岡の20度。あ、本当？なんで福岡調べてるの？よし、ゴー。オッケー。やってきたのはノースサファリ札幌。いろんな動物と触れ合いができるサファリパークです。もう早速みゆちゃん、でっかいライオンがお出迎えです。これ、あの、食べられてうんこになって出るっていう入り口です。なるほどね。出ました、書いてます。子供の怪我は親の責任。すいません、責任感じてやらせていただきます。ありがとうございます。遊牧遊牧。もう楽しそう。ゴー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 。足もうまい。ふーちゃん、ふーちゃん、あげてあげて。やばふーちゃん、あげて。かわいい、かわいい。口すげえな、口。めちゃくちゃ口がすごい。あ、トワくんやる。おー、おー、これペンギンやな。ペンギンやで。カンガルーにあげていって。あ、カンガルーにあげようよ。あげに行こう、カンガルー。カンガルー。あ、おっとった、カンガルー。よいしょ。ふーちゃんあげて、ふーちゃん。でかいでかい。ふーちゃんどうぞ。下の方に、下、いや、下の方に。人参持ってるの分かってるから。食べるかしら。あ、あ、あ、気づいた？あ、行かない？シャイか。あ、これは？マーラちゃん。マーラちゃん、かわいい。食べるかな。あら、ハイエナ。みーちゃん、おっかないとこ見せて。おっかないとこ。そうそうそう、おっかないとこ見せて。おっかないとこ見せてよ。園長さんが。そうそうそう。うわー、怖っ。それ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 。すごいハイエナ。そう。ライオンとかのトラよりも噛む力強くて。
骨付きの肉とかで言って骨はもうポッキーみたいにパリ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 って言って指入れたら大変なことになる。ハイエナってそんなすごいんだ。危ないなと思ったらトング離すんだよ。はい、そう上手。おハイエナってなんかピタ他の獲物を後から狙うみたいなイメージだけど意外と自分で狩りしてるの。いや自分でもいけますよね。そうなんですよ。ライオンの方が横取りしてる。ミーアキャット可愛い。これミュウオート。誰が見える？誰が見える？一番右やろ。ミュウ周り気にしてるから。確かに可愛い。一番左奥じゃない？ぼーっとしてるひどい。3匹の子豚もおるで、あっちに。そう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 、3匹の子豚ということで。絶対右風だよ。嘘。ずっと寝てる小屋で。おい、この人朝も言うの。やめて。明日や昼も。やめて。こっちアルパカ。アルパカ。毛刈った後のアルパカや。かわいい。逆にかわいい。これは世界的にも珍しい、うん、ヤギと羊の子なんですよ。わあ、この中に今探してください。ヤギと羊の、おったぞ。わかりました。ほら見てよ、顔ヤギや。本当だ、顔ヤギや。首周りファッサーなってて三輪明宏さんみたいになってる。あ、アフラックです。トワ君怖くないんかな。救急車は渡さんというね。でも人懐っこいね。全然怖がれへんしな、やっぱり。真似してる真似してる。真似してるわ。歌すごいな、チャレンジャーやな。すごいわ。うくん、あっちから、あっちから鳥来るで。うわ、すげえ。疲れ。来るよ。うわ、来て来て来て。すごい。うくん、うくんどうやった？怖かった？すごかった。すごかった。高潮体験やったやん。輪投げする？輪投げ。輪投げするの？おお、見て。いいよいいよ。ハハハハ。2点はたわしです。たわしでした。あ、いいですね、このたわし。何？0点1点。1点です。たわしで歌に負けました。1点はこれ27で99を3回入れたら現金5000円やから。ちょっと待って、これ負けるかもしれない。あ、9点頑張った。ただ9点。たわしです。うちたわし3本やん。巨大ドリームゲッター。え、嘘。ほんまや、ヘビオル。ふーちゃん行くの？お願いします。すごいなこれ。ふーちゃん UFO キャッチャースタート。どこら辺どこら辺言った方がええで。ふーちゃんどこら辺がいいか、どこら辺がいいか。青行く。それする？それでいいの？そうね、これやれんの嬉しいな。OK、ゲット。上手上手。ナイスです。結構豪華景品が。ふーちゃんどれ欲しい？何でもいい。何でもいいよね。すごい。
はい、どうぞ。すごい、お土産1000円分。すごい、すごいすごい、いいやん、結構上の方やん。いいとこでやりましたね。フードコートなんかいろいろあんねんけどさ、これすごいな。うわすごい、コオロギ、ミックスワーム、クロコダイル。うわこれパパテレビで見たことあるわ。ワニの手、カンガルーバーガーとかまだ大丈夫そうやけど、サソリとヤモリ。いやー、おっちゃん、おっちゃん何やったら食べれそう、これゲテモノ。うん、どれやったら食べれそう。それチュロスやないか。美味しそうなチュロスやないか。これちょっとせっかくやからな、経験として。コオロギ行くの？あ、いいって言うけど。え、これ塩コショウのみやで。さあ皆様、はい、お昼ご飯で楽しんでらっしゃるとこすみませんけども、来ました、こちら。じゃじゃーん。私もうなんなら見れないぐらい。あ、見れないですか。見れない。ワームとか。何食べてみたい。バター行ってみろ。カルシウム。こっち。あと一回行ってみ、じゃあせっかくやから。ちょっと待って、かき氷を口直しに。そらそやな。おとちゃんはチャレンジャーやな。行って、つまようじでいくの。逆にすごいな。逆にストロー、赤コーラ、黄色。いや、飛んだんちゃうわ。飛んだんちゃうわ。いけるでしょ。あ、いけるいける。はい、バタどうぞ。やだやだ言うてるで。触りたくないよ。こっちお茶。触りたくないよ。いやでも触ってるやん。みゆ逃走した。逃走していった。あ、塩コショウって書いてあるよね。味しない。味しない。お菓子みたいなんじゃないの。美味しい音。すげえ。独特な味すんねんな。すごい食べたで。味しないやって、食感は、食感は、食感は。例えれば何、ポテトチップス。例えればなんかトマトの皮の食感。食感、食感なんかなんていうの、ちぎれない。ああ、なるほど、ちょっとそこそこそこ、バッタバッタ。バッタ。うん。コオロギじゃないんだよ。バッタ。バッタ。あ。なんか。はい。麦。麦？麦的な。あ。麦、麦みたいなお菓子。麦とトマト、うん、あ、麦を皮で包んだみたいな。あ、葉っぱね、なんかその感じはわかるかもしれない。味は大丈夫？味あんまりない。あんまりないか。なんか、香りがちょっとコーヒーみたいな、そういう中に苦味。苦い？苦味。ああ。麦茶とか。ワニの、ワニの腕の食感。え、これすごいな。ちょ、行きます。はい。ワニ。はい、ワニ、ワニや。うわ、よくいけるな。美味しいで。美味しいで、とりとり。おっちゃんチャレンジャー、うん、そこらへんとか。ごめんねワニ。ごめんねワニ。美味しいやな。チキンやね、美味しい。え、なんかもっとさ、肉硬いかなと思ったけど、本当に美味しい。見てみ、だってここだけ見たらさ、ほんまチキンよ。そこだけ見たら、ほら見て、ほら見て。で、臭みもないし、普通に美味しいで。
チバーガー。あ、ほんと味しっかり、うん、めっちゃ美味しいよ。なんかね、ジャフだけどね、うん、お肉がちょっとスパイシー。うん、ジャフ好きそうやん。味付けもしっかりしてんな。うん、でもマヨネーズとか入ってくる。これスパイシー。うん、美味しいね。これは美味しい、うん、クロコダイルバーガー。これでも腕のさ、クロコダイル美味しかったから、ちょっとこれ期待できるかも。チリソース味。チリソース味。チリソースか。これデジモンじゃないよ全然。おいしい。一気にいったね。美味しいだろ。これ多分調理の仕方がうまいんだわ。美味しい。これはいい体験だ。ふーちゃんも挑戦。ワニ？うん、ワニ。でも鳥みたい。鳥。唐揚げみたいな。美味しいよね。うん。うん。びっくり、びっくりじゃない？ワニめっちゃ美味しい。全然いってるよ、ほら、ふ、うん、ーちゃん、がっつり。あ、すごい、クロコダイル。あ、私ちょっと遠慮してきました。とばちゃんはカレー。うん、もぐもぐ。いや。口入ってるか、いっぱい。すごいな、ノースサファリ札幌、いいね。いい。フードコートが自然の中ってのがいいわ。なんか動物園やけど、動物園じゃないんだよな。なんか、いろいろ触れ合ったりもできるし、キャンプもできるし。動物さん。そうそうそう。動物？そうそうそう。待って待って待って。豚とか？どうやろう。豚はウサギ。ウサギちゃんがいいの？オリジナルのケチャップみたいに。あ、自分で色入れるんやん。そうです。大丈夫。あ、いいんじゃない？いい感じ。トリッキーやな。全部混ぜていくのね。オレ。オッケーです。手離していいです。せーの。それ。すごい。おお、いいじゃん。可愛いじゃん。え、めっちゃ可愛いよ。すごい。お、いくね。お、大胆に。もうベース赤ぐらいの。ね。大胆やな。渦巻きもいった。それ。せーの、よいしょ。おお、かっこいい。すごい。え、めっちゃかっこいいやん。かっこいい、本みたい。次は歌。本当や。え、すごい。綺麗。かっこいい。あのね、バーチャーティンでいいんだよ。バーチャーティンで歌う。すごい、貴重面。いやすごい。ハラハラハラって歌って。そう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 。さあ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 。荒ぶりすぎ、荒ぶりすぎ。次は青、うん、青、青またもう一回、青もう一回、よし、よし、オッケー、はい、ありがとう。次は緑、緑と、緑と、緑と青と黒の応酬やん。もう2周目だ。せーので、これうわ、結構上いい色じゃない。これ離していいです。よいしょ。うわー、かっこいい。わ、かっこいい。まだ乾いてないからね、ウク。え、めっちゃかっこいいじゃん。え、かっこいいよ、ウク。え、これもなんかすごいじゃん。上手、上手。ここさ、ここもなんか、そう、そこブワーってな、緑言ったから、すごい。じゃあ、下着よう、下着ようか。いや、下着よう。これすごいかっこいい。これ、夜着ようよ。夜着よう。お、大胆系。全体にバード、大胆にね、緑をね。緑です。ほう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 、全体的にバランスいい感じ。これよし、オッケーです。開けますよ。開けろ。せーの、よいしょ。おお、なるほど。下に向かうにつれてちょっと濃くなっていく感じね。いいじゃん、いいじゃん。かっこいい、トートバッグ。さあ、プリント T シャツどのような形ができてる。もう映ってますね、一人来ました。みゆちゃんのちょっと男っぽい中にも乙女さがにじみ出る。
人目はこの方、ガーリーな明るい感じの南国テイストの T シャツ。そして3人目、あ、これトートバッグにちょっとおしゃれなポーズ決めて、ポーズ決めて、あ、もうスタンバイしてます、次の人が。エントリーナンバー4、エントリーナンバー4、いました、可愛らしいレインボーレインボーの T シャツ出来上がりました。ありがとうございます。足足足足足、 T シャツが映っておりません一つもサファリパークこれいいなあ、いや、貞子やもん、ちっちゃい貞子出てきたな。食べてる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 食べた食べた、よかったよかったお猿さん、かわいい、モルモットちゃん抱っこしてあげて、飽きたモルモットちゃん抱っこ、あ、かわいいかわいい、すごいすごい、抱っこしてるじゃん。はい、火もくれてきまして、バーベキュー、バーベキュー、それスーパーに売ってたさ、なんかジンギスカン風味の炊き込み、ちょっと食べてみ、うん、どんな感じ、焼肉みたいな感じ、いいな、ジンギスカン風味や、カニもあります、やばい、まあ、ボイルしてるからね、これはこれやばいね、ほい、塩コショウ振って、いいですね、ドン、めっちゃくちゃ美味しそうなんですよ、これは美味しいっすよ、やばいやいや、どんだけですもん、この動きが、うわ、めっちゃいい匂いするねんけど、もろこしとホタテ、あそこに映ってるのは畑中慎二郎です、こんにちは、畑中慎二郎です。あと、吉本男前ランキング14位です。え、すげえ、マジで、ちょっとさ、絵的に美しすぎる、これ幸せの象徴やな、これ素晴らしいよ、これ自然の中での最高のグランピング。ちなみに今、部屋の中にはウサギとキタキツネとお猿さんいるから、一緒にね、泊まれるのよ、すごいシステムよね、なんかいろいろやらせたい、そうね、子供たちに一番こう経験させたがっとったもんな、ずっと何泊かしたいよね、そうね、全然どころじゃないよ、ね、うわー、美味しそう、北海道、北海道来た、カニがおって、エビがおって、ステーキがおって、タンがおります、タンがおります、最高です、あ、リスンとすごいな、リッスンとポンって何、いただきます、はい、大丈夫乾杯、イエーイ食べましょう、ジンギスカン、ジンギスカン、そうよ、このグランピングを通して皆さん虫に慣れてください、ほらもう虫がいっぱいいます、頑張りましょう、歌、虫大丈夫な、持つ、持ってみる、デンデムシ、デンデムシ、見てみて、ウタ君ほら、持て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 、ここここ持てる、え、持てんの、え、すごい、うわぁ、して、うーすごいすごい、え、全然大丈夫じゃん、すごい、食べちゃダメだよ、エスカルゴじゃないからな、寄生虫いっぱいいるから、ウタ君は大きいのがいるからね、もっと大きいいっぱいいるよ、すごいね、意外と意外と歌がもう全然大丈夫や、ゆっくり優しくやってあげて、歌は優しく優しく、あ、いや、くしゃみそのタイミングで、素晴らしい夜だな、
最高だな。いや、いいですね。すごいはしゃいでるよ。でっかいから。いいね。というわけで今回はここまで。なんと2日目は虎の檻に入って餌をあげたりだとか、いろんなアスレチックを経験したり、馬にも乗りました。次の動画をお楽しみに。遊んで笑って